い、ということで、今回はですね、あるね、まあ、J リーグチームにコラボしましょうっていうお話がね、ありました。で、それが今日だったんです。でも、ちょっと、まあ、リスケになって、後日ちょっとやりましょうっていうことになったんで、ここスケジュールがポンと空いたので、はい。運波をバンジー飛ばしちゃおうということで。いや、もう多分、運波めちゃくちゃサッカー楽しみにしてますって、本当に。本当に多分ね、モチベーション高く、もうサッカー大好きじゃん、運波。あいつサッカーの道具持ってきてるんですか？持ってきてる。サッカーの道具を持ってきて、もう少年のような心で待ってる今。はい。パチンコ屋付近で。そう。少年の心で待ってます。待ってる。で、今回は、まあ、義士は引っ掛け役じゃないですけど、はい、そこをちょっと言葉で誘導して、で、運波の反応をどこで気づくかって、多分まあ気づかないと思うんですけど、はい。気づかないですもんね。うん。で、最終的にバンジージャンプを飛んでもらうっていう。いや、この企画に変更したら俺も飛び火ですから、ね、本当に俺マジで無理なんですよ、バンジーが。ね、高所恐怖症言ってたもんね。人生で一番やりたくないことはバンジーと檻の中に入ってサメに。はい、あれが僕本当に人生でやりたくないことの2つ。なるほど。まあ確かそっちは嫌だわ俺。しかもウンパこの間一緒にディズニー行ったんですよ。あいつはこういうジェットコースターならいいんですよ、速い系の。はいはいはい。なんですけど、タワーオブテラーっていうやつが唯一絶対ダメって言われて、うん、で、乗れなくて、そこういう上下系が本当にダメらしいですよ。それをこの間ディズニーで熱弁されて、うん、俺だから本当に嫌だみたいな、うん、それでそのアトラクション乗れなかったっていうエピソードがあるんで今回それの一番なんで俺はマジ楽しみっすいやマジでどんな反応するか楽しみです。本当そうですね、うん、まあちなみに私も撮ります。いいっすね、飛ばなくて。ほんと俺もうプレッシャーになるんすってマジで。いやいや、だから俺はバンジー好きだから。嫌いなものあるんすか逆に。 ある高所恐怖症。いやだからでも飛べるもん。飛べないもん。高いとこに止まってるのが嫌いです。飛ぶのは大丈夫。いや、いいんじゃない。ほんとにウッパ待たして何の会話してんすか。ということで、まあウッパ待ってるので、はい、今から迎えに行ってバンジージャンプの方に行きたいと思います。はい。最初の方はね、サッカートークで多分盛り上がって、ウッパのね、あのワクワクした顔だったりね、楽しんでもらって、はい、途中からね少しずつですけど変なワードも出てくると思うので、はい、ちょっとバンジーワードじゃないですけど、そういうのもちょっとこうね入れ込みながらということで、じゃあ運波をね早速拾って迎えたいと思います。はい。もしもし。あ、運波おはよう。ごめん遅くなっちゃって。とんでもないです。僕もちょっとなんか違うとこ行っちゃって申し訳ない。あ、全然。あのさ、ごめん、あのちょっと停車場所がうまくなくてさ、横断歩道渡って左に歩いてきて停車してる。技師にはもう電話したから、もう技師先に着くと思う。かしこまりました。うん、よろしくお願いします。そちらに向かいます。はーい。はい、ここでいいやつ。明らかなっさんが遅れてるのに。そう、本当にいいやつなんですよ。あいつ嫌いっていう人見たことないですね。いや、ない、ほんとない。ほんとにないね。あの、バンジーなんですけど、今日、竜神ってとこで飛びます。わ、その橋の上から100メートルのとこがダイブするっていう。よく見るところですね。よく見るところ。飛ぶまでが怖いんでしょうね。そう。でも飛ぶまでの運波がおもろいんでしょうね。そう。でね、俺前にマカオタワー飛んだって言ったけど、その時に友人と行ったんだけど、俺だけしか最初飛ばなかったよ。みんな怖くて。やっぱ怖いじゃん。高い上に行って、下全くもう見えないし、見えないしっていうか、人がポツンとなってるし。それで最後に、俺の飛ぶ前の人が海外の方の女性だったの。めっちゃ震えてたの、足とか。でもその人ボーン飛んだから何も躊躇せず、だから俺も負けちゃいけないっていうなんかスイッチが入って、女の子が飛んでるのにって、そこからこう飛んだら気持ちよかったから。いやー、すごいな。でも時代変わってますからね。時代は変わって、女の子が飛んだら飛ばなきゃとか思わないですよ今の時代。昭和なんで。スーパーが俺を巻き込まないでくれるから助かるな。サッカー道具を持ってね、サッカー少年が来ますから今。キラキラした8歳みたいな少年が今から来ますからね。ちなみに僕も義士もサッカーのように全くしてません。もう手ぶらで来ました。いましたよ。いた。あれじゃないですか。来た。どこ。サングラスかけて。あのサングラス買ったばっかりのディオールの6万ぐらいするサングラスですね。サッカーシューズを、サッカーシューズを。あいつプロサッカー選手みたいな。あいつプロですやん、もう。あ、気づいた。すいません、遅れて。全然、俺もちょっと遅れてて、ごめん。申し訳ないです。失礼します。
もう最高のサッカービューティーだ。あ、もう回ってるんですね。もう回ってますよ。はい、ということで運搬も到着ということで、はい、義士と運搬と、はい、俺3人で、はい、J リーグクラブへ乗り込みたいと、はい、よ思います。行きましょう。行きましょう。運搬楽しみ。いや、めちゃくちゃ楽しみよ。もうえぐい選手たちやからね、本当に、うん、まあちょっとまだね、そこのね、あ、名前はまだね、ちょっと言えないですけど、なるほどなるほど、うん、サプライズですね、視聴者さんにサプライズ、うん、そうです。もう着くまでもずっとそこはグッと我慢してましょう。ちょっとグッと我慢ですね。はい、言いたいですけどね、やっぱり我慢ですね。我慢です。じらしていく。そうです、我慢は大事です。じらしていく、ね、今日のキーワードにしましょう。我慢です。あ、我慢、はい、我慢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 。いろんな意味に聞こえてきますけど、我慢で。大丈夫ですか？大丈夫ですか？このチャンネルはそういうのないですね。ないです。ないです。ブラブラしてる。二人ともない。俺だけない。いや、でも、やっぱ嬉しいよね。J リーグクラブ。いやいや、もう夢みたいですよ。ねえ。それこそやっぱ、那須さんの本当にお力あるからこそのこれなんで。いや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 。マジありがたいです。俺もうたまたま元選手だっただけでね。ほんとこうやってさ。いやいや。分派結構機会あるんですよ、J リーグ選手とか。いや、ないよ。なんかその交流はあるんだけど、うん、一緒にサッカーをするとか企画とかはマジで初めてですね。そうなんだ、うん、じゃあ余計楽しみ。いや、マジで楽しみ。ジャパンオールスターで初めて目の前で技術を見させていただいたんですけど、うん、それ以来ないですよね。普通ないんですよね。普通に生きてたらなかなかね、はい、難しいですけど、やっぱりね、今ね、あの各クラブインフルエンサーの人だったりさ、はい、その集客っていうところでさ、はい、みんなのね、協力を得ていろいろね、施策をしてるので、やっぱりね、そのクラブ的にもありがたいんですよ、やっぱり。いや、嬉しい限りですよね。前のスタジアムに行った時も結構ありがたいことに反響いただきましたもんね。ああ、そうそうそうね、ほんとに。その時、騎士は不在だったんですけど、ゆうちゃん、ルナちゃん、バンバンタイ。ああ、はいはいはい。ね、ちょっと浜数みたいな。あれ結構やっぱバレました。あれね、結構バレた。まあ、そう、まあ、まあ、そう、うん、そうも大リーグはないし、それはそんな、うん、若い層にはもちろんこう分かるけど、ちょっと年齢が高い人も多いからね。確かにスタジアム観戦はちょっと、スタジアム観戦は考えたら運搬なんて特にすごいんじゃない。サッカー好きはもう知ってるでしょ。そう、サッカー好きはもう、ね、ありがたいですね。まあ、でもその那須さんには負けですよ、本当に。いやいやいや、那須さんエグいから。いやいやいや、やばい。スタジアムの那須さんはもう本当にヒカキンさんで。いやいや、一応元選手やし。いや、そうっすね。一応選手やし、サッカーやってもね、あの知ってもらわなかったら、それなんかちょっと悲しいみたいな。まあちょっと長旅なんで、まだまだ途中だから腹ごしらえちょっとして。あ、腹ごしらえいいっすね、うん、前アイス食べてましたもんね。そうそうそう、すごい変な食べ方で。そう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 、なんかもう、うん、結構あのアイスのあれ面白い、ギャップがすごいっすね、うん、大事なんだよね、やっぱ糖分、糖分。あ、なるほどなるほど、うん、そう、食べ物自体いいんですけど、食べ方がちょっと気になったんで。ちょっと緊張すんな。あ、那須さんでも緊張する。いや、する、めっちゃする。ガタイとかもやばいんだろうね。いや、確かに那須さんも言うからな、うん、身長めっちゃ高そうね。え、怖くない？ちょっと怖いよ。高い。え、対決のあれは言っていいんですか？何を対決するか。あ、どうぞどうぞ。まあ、手術対決、はい、ボレー対決ですかね。あ、まあ、いや、すごいっすね。うん、J のトップ選手に、うん、ゴリゴリのサッカーで対決するという、うん、ちょっともエンタメが入ってない。ボレーなんて、もう、鬼の技術。いやいやいや、持ってるから。あ、確かに。ウィナーズはもう、持ってしかいないから。持ってるから。何かが起きますからね、これ。何かが起こる。何かが今日も起こる。ああ、もう苦いった。苦いった。そこで言ったらマジでウィナーズって持ってるよ ね。でもそれは本当に持ってるね、確かに。びっくりするもん。ありえんぐらい持ってる。ね。本当にありえんよね、うん。やっぱり福田さんも言ってたけど、本当に技術だけじゃないんだっていう。技術があっても、試合には勝てないよって言ってたのが、まさに。感じるだよね、うん。いやー、でもマジ楽しみだな、ほんと。いやー。演技がめちゃくちゃ良くなって。いやー、確かに。マジ、ビオリ。美容しすぎるな、これは、うん、昨日雨でしたもんね。そう、めっちゃ寒かったし、昨日、うん、え、昨日マジ寒かった、うん、いや、雨だったらできなかったかもだからね、下手したら。確かに、確かに。いや、てかできないでしょ、やっぱりコンディション面がさ、風邪ひいてしまうから。そう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 。 うわ、結構賭けだったっすね、これは。いや、賭けだよ。持ってますね、やっぱ僕たち。いや、持ってないよ。いやマジで持ってるよ。つながったー。あ、てかさ、2人な
仲めちゃめちゃいいよね。いやもう本当にありがたいですよ。ねえ。もう石野が一個上。俺が一個上です。もともと交友はあったの？大運動会みたいですよね。で初めてお会いして、最初はね結構ギリギリ怖かったんだけどね。ああ。なんかちょっとね、変わりづらい人だかなって一瞬思ったんですけど、喋り始めたら超優しくて。で気づいたらお互いの股間を掴み合う仲になって。伝説ですから。西くんは本当ね、もうありがたいっすよ。だって俺、ディズニーの時俺、あ、そういや先輩だったかって感じだと思って。おらいでしょと思ってたから。うんうん、でさ、俺らさ、ディズニーとかさ、うん、まあ楽しかったけど、うん、アトラクション系向いてないよな。そうだね、結構怖いからね、俺は。ディズニーで怖いのある？タワーオブテラーですね。あー俺は嫌い。あの気持ちいいやつ。あ、もう那須はやっぱりもうアイドルと興奮しちゃうからですね。うん。階段と坂道とタワーオブテラーです、ね。すごいな。やだろトレーニング、タワーオブテラー。カメラオブテラー。ディズニーさ、終わりがけになんか死んで、ほらディズニーでも那須さんの言葉出てますもんね。最低200万マイルみたいなやつ。そう、そういうアトラクションあって。うん、結構さ、あの潜水とかもされるじゃないですか。あ、そうですそうです。でなんかそこのアトラクションの近くは、もう普通の池なのにブクブク言って、バッシャンバッシャン言ってるんですよ。で、俺とウンパで、あ、また那須さんトレーニングしてる。俺はそれ見て那須さんが思い浮かぶようになってますか。確かに。水しぶきを見ただけでね。そう。とんでもない。水しぶきで那須さん思い浮かぶじゃないですか。でもアトラクションも余裕で何でも行かれるんですよ。いや俺ね、あれ怖いのがダメなの。あのお化け、お化け系。ああ、はいはいはい。もう俺はもう絶対に NG。 お化け系はもう絶対に何があってもどんなことあっても絶対が富士急の余韻がもう入って、あんなのもう俺じゃもう一歩も動けなくなっちゃう。でもあそこはマジでヤバいっすよ。でしょ、本当にマジヤバい。こっちか。めちゃくちゃ怖い。え、実際その霊を体感したの？それともそのもう、いや普通に怖い。いや普通に怖い。へえー。でもあれ一応いつでもリタイアできるあれがあるんでしょ？あるあるある、リタイア。あー、じゃあ俺さ、マジか。俺絶対最初にリタイア。これダメだ、絶対ダメ。企画の幅広がったっすね。いやいやいや絶対に俺無理。 NG ってことですか、それは？ NG です。NG とかも行ったことないけど、行ったら多分もう、あの、もうダメ。俺ダメ。動けなくなる。急に赤ちゃんみたいな。もうダメ。急に雑魚キャラみたいな。分配 NG やん。いや俺バンジーだね。バンジー。俺と一緒だね。バンジーマジで死んでも。タワーオブテラーもそうだけど、こういう系がマジ見ない。落ちる落下系が。なんで？あ、めっちゃ気持ちいいや。いやもうやってる人や、薬やってる。前のね、階段トレーニングもそうだったんですけど、たまにちょっと目いってるみたいなんで、たぶんやってると思います、本当に。尿検査した方がいいです。確かに、那須さんが尿してるのあんま見たことない。やべえやん。やべえやん。だから、トレーニングもね、行き着いたら、きついったじゃないですか。きついきついきついって、はい、大体そこできついきついでやめんすよ人は。はい、そうです、ね、きついから。きついきついで、そこをこうやってきついきついきつい気持ちいいってなるんですよ。あ、やってますやってます。高いもそう一緒ですわ。怖い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 。飛んだら気持ちいいってなんですよ。いやいや飛んでたって気持ちはもう。あ、死ぬ。あのズオってなるじゃん。痛いするやつ。ズオってなった瞬間後が気持ちいい。はい。理解しがたいよな俺。しがたい。え、逆にギシクは他にある？マジ？これは海とか。あ、言ってたね。え、なんか同じだね。え、シュノーケリングとか無理やん。シュノーケリング一番無理。俺めっちゃ怖くない？マジで無理。でも似てるね、怖いの。ガチ？俺も海無理だ。うん、サメ怖いから俺入れない。サメさえなければ大丈夫、入れる。じゃあちょっと違くね。え、サメとかじゃないでしょ。自分より強い、なんか自分より強いものがいたらとか。そういうこと？戦えないんだもん。海だと身動きが取れないから。でも本当に海嫌いな理由として人間が降りすぎるっていう理由ですね、結構。あ、え、俺もそう。シュノーケリングつけて見た時のあの地獄の世界。え、綺麗なんて思わないです俺。怖いって思っちゃいます。シュノーケリングつけて見た時。あ、怖いんだ。なるほど、そういう感覚なんだ。俺一回溺れかけたことがあって、うん、それで結構トラウマなんですよ。え、怖い系大丈夫なの？ホラー系。いや、無理です。あめ
初確かにさっきマウント取った感じで言ってたんですけど、うん、あのアッサ無理だぜって言ってたんですけど、普通に無理です、うん、全然無理よ、無理っす。俺 NG 心霊スポットっすよ。ああいやいや俺も絶対ダメだ、もう絶対です。俺ねお化け屋敷はワンチャンいけるかもしれないけど、同じ同じっす、心霊スポットが無理っすよね、本当に。絶対やん、無理だけど、だってお化け屋敷なんてお化けやん、死んでてガチじゃん。でもさ、お化け屋敷ってさ、わーってびっくりされると決まってるじゃん、うん、あれって怖いとかじゃないんじゃないかなって。心霊スポットってわーってないじゃん、だから大丈夫。いやいや、だって心霊スポットの帰りにもう呪いせいでさ、なんかずっと背中が重いとか言う人いるやん、もうそれ嫌っすもん。めちゃくちゃ言ってる心霊スポット、お化け屋敷は全然痛いやつだ、めちゃくちゃ言ってる、夏絶対。だからあれはあれよ、考え方的にはよ、はい、だって人んちじゃん、心霊スポットって言うけど、あ心霊さんが、人のそう、ゆりさん住んでる場所、そのエリアじゃん、住んでる、はい、そこを不法侵入するわけでしょそれ怒るわと、怒りますよそれは、あ霊が、そう、ね、霊も怒りますよ。そう、僕たちに違うんですね。勝手に俺仲間意識持ってた、全然仲間じゃない。違った。ちょっと違う感じだった。ホテルとかで、あ、なんか嫌だなっていう時、たまーにあんのよ。言ってましたね。そういう時は、あの、今日ありがとうございますって、ずっとその人に問いかけるもん。喋るんだ。うん。その思いは、あの、しょって僕行きますって。こっちのビビりだ。うわ、おいしそう。いや、ソフトクリームなんかエロい目で見てない。え、そんな目で見るもの？こっちが好きなんだよ。え、俺も絶対、あ、これとこれか。え、絶対こっち。あ、なんかクリームっていうよりも、あの、分かる。カットね。クリームは美味しいんだけど、ちょっとね、甘いんだよね。でも、え、本当にいいんすか？いいよ、いいよ。わ、早っ。あとどうですか？これが最高。マジですか。おお。面白い。最高。アイキャッチ使ってます。到着前にクラブチェア。あざっす。うんと、なんか試合前にさ、なんか大事な時に食べるものみたいな、あれちょっと相当いいものを大事な感じなさあります。俺も、どうぞ。いただきます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 。ダメな、ダメな。はい、ということで、これからね、はい、もうちょっとで、やっぱり結構僕、怪しまれるぐらいギリギリでやってますよね。はい、さっきあれ何時に出たっけみたいな感じで、結構遠いなみたいなこと言ってたんで、ちょっと疑い始めてきて。俺もじわじわと、なんかわけわかんないこと言って、ちょっと今から、え、どういう立ち回りで行くのみたいな感じで、ちょっとうんぱも吐くだけながら考えたんですよ。ちょっと、それくらいじわじわ、ちょっとずつ、ね、危ないワードも出してきたから、はい、楽しみ。もうちょっとですよ。よし。いやー皆さんとんでもないですからね、うん、今から行くところは。そうだよ。やとんでもないよ。やばいよこれは。本当にとんでもないよ。普通じゃありえない、うん、普通じゃありえない、普通だったらもう間違いなく実現しない、いろんな環境面だったり、うん、もう身につけて、いや間違いない、いいし、うん、普通の人だったらマジ無理だな。いやマジで無理だと思う。選ばれし者ってことです。いやー嬉しいっす、うん、ありがとうございます。間違いない、人柄もあるからね、うん、いやそんなんもう石君に様々っすよ。選ばれし者ってことだっすよ。もう那須さんの言うことは逆らえないよ。ああちょっと怖いな、それ逆らえないちょっと怖いな。あもちろんそうなんですよね。もちろんそうです。言い方が怖いな。石君石君が逆らえないって言葉使ったの怖いんだよ。なんか怖いんだよ。はい、まあだから俺がやれないことは基本的に言わないじゃん。ああ確かに確かに、うん、俺がやれる範疇ですから、そんなの誰でもやりますから。そうっすね、誰でもやれる、誰でもまあ誰でも真似できる、はい、
そう、気合があれば気合があれば何でもできる。アントニオさんおった。めちゃくちゃ自分のものにして。クラブハウス行ったことないでしょ。当然ないです。クラブハウスの練習場でやるんだよ。えぐい。高まってるやん、ウンパ。高まってるよ、これはもう。やるしかないね、これはもう。今日は記録を残すじゃん。記憶に残るプレーをしよう。あ、いい。ちょっと名言言ってきましょう。努力は必ず報われる。いやいや、その元気があれば何でもできる。ウンパ言った、はい、あ、やばい。何でもできるはずです。お前、俺ん時だけさ、ビビンチなんすね。記憶に、ね、残らせましょう。うん、カメラにガツンと言ってるなんか。記憶じゃないよ、やっぱり。記憶に残るために全力でね、もうやれることは何でも、那須さんに言われたことは何でもやります。はい、石君は例外です。これではたまに怖いこと言ってくるので。いや、俺じゃ何も言わない。はい、たまに怖いこと言ってくるので、ね、那須さん、フィジカルに関しては元気がある何でもできません。はい、那須さんの言うことは何でもできる。何でもできる。褒め印でね。フィジカルのトレーニングに関しては何でもできない。儀式に関しても何でもできません。でも俺さ、見てあげる代わりにちゃんと愛も渡してるよ。愛しかないよ、本当に。で、俺こういう街好きだけど。いいよね。うん。一旦落ち着いたらこういう街ですよね。だからね、サッカー集中できるよね。確かに。空気美味しそうっすね。ね、あ、それがヒントですね、逆に。ん？いや、その、どこのチームかって。あー、そうだね、確かに。うん。FC東京ではないもん。そうそうそう。なんか視聴者に言うかヒント言ってけど。うん。なんかヒントね。視聴者も今どこに行くか分かんない状態でさ、そう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 、このカメラが回ってるからさ。うんうんうん、確かにね。ちょっと上から見せにヒント言っちゃう。上から見せにっていうか、うんうん、何その条件。意味分かんないから。ヒント出すときに言い方とか指定されたの初めてないけど。ちょっと上からさ、俺らは知ってるけど視聴者は分かんないわ、うん、あー、知らん、視聴者知らんか。まあまあまあ、とりあえずまあまあ、さ、関東圏内だな、車で行けるから。それぐらい分かってるわな、視聴者な。ちょっと自然がいっぱいあるとこ言うたらね、で、結構まあ今 J1 の中でも、あ、J1 って言っちゃったんだけど、 J1 です。閉まられたね、うん、ぐらいかな。まずか、おい視聴者、おいおいおい、殺されるぞ。僕が今カモにされてるだけじゃ、俺のね、評判を一気に下げるさせるっていう変なことやってたんで、僕から止めさせていただきました。ダメですよ、ほんとに。あれじゃ、視聴者さん、嘘ですよ、ほんとに。今からね、すごいとこ行きますので。うん。ほんとにすごいと。楽しみにしてください。うん。スマイクをすると思うんじゃない？え？普通にやってる。貸してもらえ？那須さん、借りれますかね？うん。借りれる、借りれる。うん。シューズは借りれると思う。やばい、俺めっちゃやる気ない人みたいな。だいぶ爆弾すげえ。スパイク忘れた。中標津もこういう山道にサッカー場あって、うん、そこまでみんな授業終わったら全部荷物持って走るんですよ。3キロぐらい。ガチ？めっちゃ体力あったもん、俺その時。だからさ、岸君体力あるもん。もうないよ。あるよ、だってマジでドランとかもよかったよ。マジで、キッシーさ、そのスケジュールで、確かに確かに、いや、マジでこれでさ、サッカーやった時にスイッチ入った時にさ、めちゃめちゃ走るじゃん。いや、俺でも、最近自分の中のマジの課題があって、うん、僕、シャトランは得意なんですよ、本当に。一定のペースで、自分で配分するのは得意なんですよ、はいはい。サッカーってやっぱり、来たら寄せないといけないっていうので、配分ができなくなるじゃないですか。うん、そうなったら、もう体すぐダウンするんですよ。なるほどね。シャトランとかマラソンは昔から得意だ。あ、選手とかも大変ですね。なんで？コンビニ遠いから。確かに。あ、まあ、まあ、そうね。さすがに。あるんじゃないかな、買いだめみたいな。確かにちょっとね、レベル遠いよね、やっぱり。なんかないもんね。本当に到着する？それドッキリ？いやいやいや、ウンパとギシを山奥にとりあえず放置してみたいな。牛島くんいるやん。だってメール見せてもらったら分かるから。証拠この J クラブのね、はい、クラブハウス田舎にあるって有名で。もあ、それはもう選手間もなかった、うん。やっぱ楽しみ。いや、めっちゃ楽しみよ。何回聞く。めっちゃ楽しみだ、ほんとに。なんか、ウンパが一番キラキラしてる。いやいや、まあそうはね、俺もほんとずっと見てるからね。
人はやっぱり対向車のあれも全部スタッフとかなんですか。あー、多分ね、クラブスタッフ。どうせ坂道ですけど結構興奮してるんですか。いや、まだ緩い。あー緩やかだからちょっとあんまりね。まあまあアクセルですけど。おー、あやっぱ今日きつくて死んじゃうんじゃない。え、そういうあれなん今日。きつい系なん。待って、景色いいんじゃんこれ。いや、景色めちゃいいって、最高だって。いや、めっちゃ最高。こっちやばいと思う。ほら、おっ、うわー、ほらついた、ついた、ほらついた、ほらついた、やっぱついたよ、うんぱついたよ、うんぱついた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 よ、ほら来た、うんぱついたよ、うんぱついたよ、うんぱついた。おっしゃ、今日の対戦相手だ、来たぞ、うんついたよ、ちょっと待ってくれ、ついたよ、うわ、最高だね。ちょっと、視聴者に答えを教えてあげて。答えを、はい。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、え、ちょっと待って、本当にちょっと待ってくれ。ちょっと待って。え、ちょっと待って、ちょっと待って。え、うんぱ、ついたよ。待って、待って、待って、マジ？うんぱ、ついたよ。よし、来たね。普通に考えろ。俺がさ、うんぱより先にさ、ナスタの車ついてると思うか、普通。俺は寝坊するんだぞ。ちょっと待ってくれ。あれはどこ、 J クラブは。あるじゃん。ちょっと待って、ちょっと待って。え、ほら、あるじゃん、目の前に。ちょっと待って。まずはちょっとさ、今日も対戦相手を見に行こうよ。あいつ待ってるさ、俺。あ、マジで。俺、マジで。やばいやばい。本当にごめんなんやけど、ドッキリ、というか、その、ハイキングのところに今連れて来られてて。だから、そちらにちょっと行けないっていう。だから、越境とか行かないってことですよね。え、行くの？ハイキングだと思って。ハイキングって何やって？山登り。山登りだと思ってる。何何？まだわかんないの？は？君。バンジー？え、無理だよ。マジでやんないよ、俺。俺マジでやんないよ、俺。え、バンジーとかやんないよ。俺絶対やんないよ。ほんとにやんないよ。俺どんだけ思んないってやっても、バンちゃんマジやんないからね。だから行かないってことじゃあ。ちなみにもう結論から言う、行かないです。あ、今日もう行かないらしいわ。ほんとごめん。もうこれマジ、那須さんをほんとに、わ、もういじめて。あの人やからほんとに良くないのは。マジでごめん。とりあえず、那須あいつ何やっとるだ、ほんとにおい。那須けしからん。ほんまにちょっとまた連絡するわ。おいっす、じゃあ。おー、バンジー飛ばんって、バンジーじゃないよ、これ。バンジーだって、え？バンジーあれ。ポンジーって書いてある。え、俺マジで飛ばないよ、俺。ちょっと待って。ちょっと待って、俺マジで飛ばないよ、俺。バンジーって書いてあるよ。ちょっと待って待って待って。ごめんごめん。ま、とりあえずまた連絡するわ。バイバイ。ちょっと待って、俺マジで飛ばないからね、俺。カメラ回ってます。え、知ってるっすよ。待って、なんかやな予感したって。だってこんなトークないもん。後付けやめて、その嫌な予感したって気づいてなかったじゃん。最後らへんなんかこんなトークだよ。打天使悪魔。ちょっと待って待って待って、本当に嫌だもう。ちょっとよいしょー、ということで、はい、ナスナス何をやっとる。はい、何ですか。何をやっとるだ。俺が聞いてた場所と違うって、ここは。しかも、こいつ、こんな怒ってんの、さっきまで、ハイキングをするからだと思ってました。ハイキングをするから怒ってたんですけど、うん、今ちょっと右に看板が見えた。え、ちょっと待って、俺、マジで無理っすよ。違う違う、無理とかじゃなくて。何ですか？え、無理って。え、待って。何？さっき言ったね、ゲシのことは。違う違う、言ってない言ってない言ってない。俺のことはやめて。違う違う違う、怖い、この人たち、怖い。やれることは何でも、那須さんに言われたことは何でもやります。怖い、これいじめだからな。マジこれいじめだからな。やってることいじめだからな。おい、ナス大好きチャンネルの前に全員チャンネル登録解除しろ。全員解除しろ。マジでチャンネル登録解除しろ、全員。ちょっと俺マジで無理やってな、これ。これ言うたやん、やっしバンジー、あの車中に。何が？車中さ、言ってたやん。だからほこたてだよね、バンジーブレース、ナスのことです。違う違う、俺マジで無理。 NG っていうのはナイスグッドマン。
ちゃちゃ俺マジで無理。ナイス。本当に無理。ちゃ俺マジで無理。いやいやだから一回見てみましょう。やだ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 。マジで無理マジで無理。あの一回見てみよう。ちゃ待って。あのねちなみにね先に言っとくもう予約しました。ちゃ知らんってそのえだからなっさりと見てみよう。だからとりあえず2名で予約はしたんですが。まあ、とりあえずなんか見に行こうよ、まず。じゃ、俺、ほんとにやらないっすよ、俺。もう。一回見に行こう。一回見に行こう。無理なんよ、その。一回見に行こう。やだ、やだ、やだ。まず見に行こう。もう、スパイク用意したのに。俺、スパイク忘れちゃった。俺も忘れちゃった。おい、これやったのやばいって。よし、じゃあ、一回切りまーす。違う、もうやだ、もう。やだ、もう。勇気と感動、俺も怖い。恐怖恐怖症で超怖い。少しでも視聴者に勇気を与えれれば。そう。勇気を。ほんまにごめんなさい。じゃあほんまにごめんなさい。うん、もう何したんですか。もうなんか石とか食べますよ。無理はさせたくなかったんだけど、でもウンパのねあのやっぱ階段の頑張り見て俺はさ感動したんだよ。いや出ていいじゃないですか。感動した。で終わりだよ。だからこんなら何十万人が救われるんだから。救われ。こんなにやっぱ運波が怖い怖いって言ってるところからこうやって飛べたって。じゃあなんなんそれ。俺怖い怖いって言えば言うほど俺自分の苦しみてるやん。俺もマジで飛ばないちょっとあれじゃあ、あの靴紐はしっかり結んどこう。でええやろ靴も最悪のなんでそんなところこだわってるしかも見て下川だから全然大丈夫。川だから危ないんじゃないですか。危なくないよ。大丈夫だよマジで。俺無理です。じゃあ、いけるって思ってるかもしれない。まずまずは俺が飛ぶから。はい。俺がまず飛ぶから。いやいや、で終わりです。まずじゃなくてそれでいいんです。終わりです。ん俺じゃあ言うたやん俺車中。俺ほんとにこれだけ NG だから無理なんですよ本当に。んもう葛藤がすごい見えるな。葛藤じゃない。じゃあ無理本当に無理や。もう無理は決まってるけどこの人とんでもないです。普通に詐欺師ですやってること。訴えます。はい、訴えます。はい、違いますよね。ちゃんと経緯があって。あるある経緯ある。経緯説明しないと。ちゃんと説明しないと。一旦聞かせていただきたいです。だからまずは経緯としては、はい、まあ、今日はね本当にあるはずだった。え、あ本当にあるはずだった。そうですね。リアルにあるはずだった。さすがにそうですよね、うん、はい、でもチームの事情で2連休になっちゃったの。はいはい。2連休になったら聞いたの。あ、で、いろいろチームスタッフの方も動いてくれてたんだけど、はい、まあ一応やっぱね、その連戦が、まあ、とか疲労考慮して、はい、ちょっと後日にお願いした。はいはい。ほんで晴れた。晴れてた。晴れてた、その時は。はいはい。でね、何もなくなっちゃった。はい。で、でもさ、なかなかね、はい、スケジュールみんな難しいから、はいはい。じゃあなんか思い出に記憶に残そうじゃないかと。はいはいはい。思ってね、はい、なんか、探してたんだよ。はいはい。そしたら友人バンジーと、はいはいはい、来たね。はい。うん。したら飛ぶしかない。あ、全然経緯になってません。全然なってません。はい。全然なってませんでした。ちゃんと聞いたのがバカでした。はい。これの233の、はいはい、これの倍以上のとこから飛んだの。はい、いやすごいっす。バカオタワー。バカオタワー。すごいっす。気持ちよかった。ああすごいっす。じゃあ寄ってください。気持ちよくなって何回でも見てください。お会いしたぞ。ナス頑張れ。よしまずあれ行こう。あ、こう行こう行こう。これ危ない手です。危ない手。あれ行こう。なんかちょっと行かない。行かないです。行かない。本当に行かないです。それはマジめちゃくちゃ君刀もほんまに。いや俺こればかりはいけない。あ、じゃあウンパ。じゃあ俺。じゃあ待って。無理って言っちゃう。ちなみにさ。ちょっと、本当に…ケシが言ったら行く？いや俺は、今日はそういうのないの。でもなんか、これより俺今回仕掛け人たまたまだったけど、はい、逆にここまでしてもらってついちゃった俺がターゲットだったらマジでやると思う。うわ、一番悪い人だよ。やばせっかく予定空けてもらったんで楽しんでもらおうっていう企画。楽しんとこじゃないよ、ここは。いいな。説明聞こう。まず説明だから、まだ時間あるから。そう、あ、説明。もうこう悪い誘いしてる時の手だ。まず説明聞こう。絶対稼げるんですよね。稼げますか。ちょ、マジか。
いに決まってるもん、こんなん。 GoPro これだよね。はい、そうです、電源つけてそれですね。え、どうしてそれ手で持ちながら、そう、え、手で持ちながら落ちるんですか。そう、もう怖い。なんか父親にいやいや連れられてきた受験生。受験生南40はどういう、あ、どっちでも、ほんまにごめんなさい、ほんまにごめんなさい、一回入ろう。はい、いらっしゃいませ。はい、どうぞいらっしゃいませ。全然大丈夫ですよ、ね、マジで無理。全然大丈夫です、マジで無理、マジで無理。いいかい早く なんで逃げてん。いや、マジでほんまに嫌です、ほんまにごめんなさい、早く、ほんまにごめんなさい、ほんまにごめんなさい。じゃあ俺、ほんとに無理なんですよ。いや、そこまで行こう、俺もカメラ入りたいから。カメラだけ先行って。いや、いい、一緒に行こう。オッケー、来て。いい、大丈夫、早く。いや、無理だもん。この人待たせてるから、とりあえず来ちゃって。めっちゃ怖い。なんで俺が悪者みたいになってる、マジ意味わかんねえわ。せめて那須さん飛ぶとこ見よう。マジで強制しないから。ちゃうちゃうちゃう、だからマジで、じゃあ見守ろう二人で、それを撮るから、那須さん飛ぶとこ。ちゃうちゃうちゃう、もう飛ばしていいから、ちょっとごめん、下だけ行ってもらってもいい。もうごめんね。うわ、マジ怖そう。うあー怖いよ。じゃあカウントしても大丈夫そうですか。オッケーっす。さあ進化系。オッケー、行きましょう。5、4、3、2、エクスパンチ。ファーク。あーあー。パンチ。ファーク。あーあー。ファーク。あーあー。最高。オラ。最高だ。ああ気持ちいい、最高や、最高です。飛ぶ瞬間怖かったけどマジ最高です。行こうやんぱ。いや、お前那須さんマジで言えばすごいっす、ほんとに。行こうや、すごいっす、マジすごい。晴れてました、やっぱ気持ちいい、いいね、最高だ。はい、行きましょう。うわー最高。よし、最高だったな。お兄さん、しっかりそこまで行って。もう俺下見てないもん。ちょっとね、いや、ごめんなさい、ごめんなさい、本当にごめんなさい。え、ちょっと上がっていいですか。いいよ、全然。あ、先じゃ、行ってください。いや、最高でした、最高。ありがとうございます。まだでも、あの、まだいける、全然。ほんまじで、もうここを見るのが、俺もバンジーだったっす。わかる。あ、じゃあ、でも、飛んだ方が楽だ。いや、わかるけど、マジ無理。あれ、思いっきり飛んだら、最高だよ。まあまあまあ、それはもう無理は言わないけど、飛んだらマジで気持ちいい。気持ちいいよ。俺だって最初何言ってるか聞こえないぐらい怖かったもん。頑張った。いやー、マジごめんなさい、もう。頑張ったよ、うんぱ。これ初だろうな、こんなの。叫んでましたもんね、もうね。飛んだらね、はい、この野郎ってなって。最高！おらー！最高じゃん、俺！ウー！那須さん知ってます？うんぱガチギレしたの。知らない、知らない。なんか、ガチギレっていうか。いや、あれ、ほんと心からの怒りだった。スタッフが、あの、もうどっちですか、もうとりあえず早く降りてくれません。なんでだよ。この人待たせてるからとりあえず来ちゃって。ちょっと怖い。なんで俺が悪者みたいになってる、マジ意味わかんねえわ。すごいな、今の運搬の心境がめちゃくちゃわかるな。この飛ばなかった安心感と飛べない自分の、そう、未熟ではないんだけどね。
はい、ということで、はい、今回のドッキリ運搬バンジー飛ばそう大作戦は、はい、まあ1年間のね、チケットもらいましたので、はい、絶対行かないだろう。はい、で、一応僕は飛んだっていう証明書をもらいました。まあ、行ってもね、これやっぱね、上級編も上級編、日本で2番目に高いところですから、うん、だからシーズン1としてはシーズン1で完結でいい。1年間あるからやっぱ読売ランドだったり、ね、20メートルぐらいかな、ちょっとこれでも、もうこれでも破っちゃえばね、うん、そうそう、だから僕が保管です。ダメです、ダメです。運搬には出すと持ってこないとかいろいろあるので保管です。あー、やっぱ終わった。うちらで保管。まあ、もうシーズン1終わったから言うんですけど、あのシーズン2のゲストはなんとウンパルンパさん。同じ。マジで申し訳ないです。その多分視聴者さんもこれもう絶対普通だったらもう飛ぶ流れなんですよ。これはもう超嫌がって嫌がって嫌がってでも飛ぶが飛ばないって、俺もなんか史上初の気持ちですね。まあだそんなもんです。でもね、飛べなかったら石食うみたいな、飛ばないなら石食うみたいな言ってたんで、石食わない。石…あ、言ってた、石食うみたいな。何したんですか、もうなんか石とか食べますよ。あそこね、あんま記憶ない。そういうの全部覚えちゃう。やば、終わった。まあね、でもさっき話してましたけど、これ別に飛ぶのが全てじゃないですからね。これアトラクションですから。で、ただこういうの多分飛ぶ人たちってこれ飛ぶ怖いじゃん、その飛んだ後の爽快感が待ってるんですよ。で、ここまでのことってないじゃない、なんか。そうだからなんかこう自分のね考え方に考え、こんな怖いことが乗り越えられるんだったら頑張れるみたいなね、こともあるので、まあそういうね、なんかちょっとね、今度1年間の修行の旅ですけど、成長とかなんですかね。次一緒に飛ぼうや。俺なんかもう行った感じ、あ、これ飛べるなって思いました。いや、ちょっと飛べるなと思うなら一緒に行く人ないで。でもマジ行ってください。でも一緒に行きたい。俺だって NG バンジーだったから。じゃあ、いいですか、 NG じゃないです。NG じゃないじゃん、外された意味ある。第2章ということで、第1章はね、ちょっとね、惜しくもギリギリのとこで飛べなかったので、第2章に続く。 J クラブ訪問はどこへ行くの。バイク眠っとるぜ。新しいシーズンができたということで、まあ、ウンパとね、今度はギシも飛んでくれるっていうことで、はい、一緒に後日飛びに行きましょう、はい、今度はドッキリしないです。飛びに行きましょう。そこじゃないです、問題は。そこじゃないんですよ、問題はね。はい、すいません、視聴者さん、申し訳ないです。本当に申し訳ないです。いいです、申し訳ないだけです。シーズンができたんで、これシリーズ化できるんですよ。はい、ぜひシリーズ化をしないでくださいってコメントを書いてください。これウンパが飛ぶストーリーができたらマジで俺感動する。俺勇気持ってるわ。マジで弱いよ、マジで弱いよ、マジで弱いよ。わー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 って、弱いわーって、お前はって言ってないっすね。でも本当楽しかったよ。そうですね、車の行きとかも俺らだけ知ってる感じ。そうすごい楽しかった。今思うと心当たりいっぱいあったし、ね、あるでしょ。え、俺でも那須さんはあんまない。俺やけになんか楽しみって言ってくるの。スパイク合戦なのに全然なんかもう、あ、いいやみたいな。え、何スパイクって、だってサッカーで一番ドキッとする忘れ物ランキング1位なのに、それなら普通なんと思って。と思って。はい、ということでね、思い出話をしたらキリがないんですけど、はい、まあ、今回はね、これで、まあ、おしまいということで、まあ、ドッキリの旅ね、シリーズ化ということで、おめでとうございます。まあ大成功というかシリーズ化ということで、シリーズしないですよ、はい、まあチケットもあることなので、また次回ね行きたいと思ってますので、ギシはね、バンバンザイで、ウンパのね、ウンパの YouTube で、概要欄に載せてますので、皆さんね、ぜひご視聴いただければと思いますので、この動画いいと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いしますということで、ドッキリありがとうございました。ありがとうございました。